なんかジェット機飛んでるな。クソまじいなこれ。これまずいな。レモネードコーヒー、これレモネードコーヒーか、コーヒーか、コーヒー。いやこれはないだろう。これちょっとね、これ絶対売れないですね。まずいなこれ。ちょっと騙されましたね。レモネードかと思ったらコーヒー、レモネードコーヒーなんてあるんだな。騙された。マジこれはまずい。マジか、これ売れねえだろう。すげえな。めちゃめちゃジェット機飛んでんのかな。見えねえ。いやこれ失敗しましたね。まずい、まずいな。なんかこれね、1本買うともう1本もらえるみたいなのあるじゃないですか今。それでこれ買うとブラックコーヒーがもらえるみたいな。これ誰が考えたんだこれ。クソマジな、こんなマジか。いやちょっとね、ないですねこれ。これ商品開発するとき上の人はなんでこれでゴーしたんだろう。これがうまいと思う人がいるのかな。いやこれだったらレモネードに、これレモネードに見えますよね。レモネードコーヒーってもうよく読めって感じですね。パッケージにやられましたね。マジか。やられました。これちょっときついな。すげえ残念な気持ちですね。めちゃくちゃ残念。ちょっとこれ買ってみてください、勇気ある人。
わあ、なんだこの。いや、この味ないだろう。うそ。なんかね、絶対合わないですね、これ。レモンとコーヒー、レモン、レモネードティーストの甘酸っぱい爽やかな美味しさのコーヒー、すっきりと後味のゴールドブレデューと爽やかなレモンの風味が楽しめる。新感覚すぎるだろう。新感覚すぎるな、これ。確かに新感覚。いや、確かに新感覚だけど、なんか脳の中がね、レモネードなのかコーヒーなのかね、脳が処理できない。脳の処理速度が追いつかないよ、これ。最初レモネードできて、最後コーヒーなんですよ。やばないですか、レモネードからのコーヒーって。すげえな、これ。おしゃなーい。疲れたね。いや、ちょっとだいぶ走ったな。6時間ぐらい走ってますね。6時間走ったな。ちょっと疲れてきたね。6時間運転したらまあ疲れますよね、そりゃ。まあ、僕の中ではこれ遊びですからね、一応。6時間遊ぶって、まあいい遊びですよね。終わります。